始まりました。フルファミリーチャンネル。今日はちょっとイエーイっていう感じで臨めないんですけど、11月7日に、偽アカウントが出現しました。アットマークフルーツファミリー0913っていうのが、まあ、フルーツファミリーの僕が管理してるアカウントなんですけれども、昨日の朝起きて5時前ぐらいに目が覚めたんですけれども、たくさんの DM が入ってて、こちらのアカウントはフルーツファミリーさんのアカウントですかっていう風な内容であったりとか、これ偽アカですよねとか、これって登録して大丈夫なんですかとか、いろいろな文面の DM が入ってまして、もうようよう考えると、なりすましで、アットマークフルーツファミリー0913という僕が管理しているページのトップが、投稿、プロフィール、すべて一緒で、もう本当に見た目わからないです。詳しく見ないと。偽アカの方には、ストーリー、過去のストーリーが見れないとか、フォロワー数が全然違うとか、投稿数ももちろん違うんですけれども、すごい現金の束が映ってる DM が来てますよ、みたいな。はぁ？みたいな。もう完全になんかこう詐欺っぽいなっていう内容だったんで、もうそこからは、もう僕もう DM を、偽アカをフォローしてる人と、フルーツファミリーをフォローしてくれてる人っていうのが、その偽アカの方に行くと、僕の管理してるページのフォロワーさんは、こう表示されていくんですよね。バーって誰々さんもフォローしてますみたいな感じで。で、そのフォローしちゃってる人にもう、とりあえず DM を、朝からもう指がちぎれるぐらいこう、打って、すぐフォロー外してください、ブロックしてくださいっていうようなことをその作業をして、もうほんま何やねんと、もう、勘弁してくれと。今じゃないんやと。で、それでもう実際それが詰まって、こう、時間に追われて、大切な毎日新聞社とのミーティングに少し遅れるという。まあもちろん事情も説明してご理解いただいたんですけれども、こう、プレゼントしますっていうような感じのアカウントでして、僕、フルーツファミリーっていうのが、まあこういった形でプレゼント企画を、こう、定期的にやってるっていうのが、まあ本当に偽アカを作ってる方からすると格好の、ID だったのかなっていうふうにも振り返ったんですけれども、そういうのも自分自身で考えて、一旦ストップしようかなと。こう、プレゼント企画っていうのが、何か違う形でお客様に還元できる、こう、YouTube ご覧いただいてくれてる方に還元できる方法ないかなっていろいろと考えたんですけれども、それをもう払拭させるぐらい、フォロワーさんの方々が、このアカウントは偽物ですとか、本物はこっちですとか、頑張ってくださいっていう直接的な DM であったりとか、もう本当に励ましや応援や、まあ、拡散含めて、すごく温かいフォロワーさんに恵まれてるなっていうふうに実感しました。偽アカウントができて、もう本当に一日仕事にならないような状況だったんですけれども、本当に悪いことばかりじゃなくて、すごく心温まるフォロワーさんのおかげで、直接電話いただいた方もたくさんいらっしゃいますし、大丈夫って、で、大丈夫ちゃうねんと。中には通報を100回以上しました、通報しときました、微力ながらでも拡散しました、もうたくさんそういうお声をいただいて、本当にちょっと泣きそうになるぐらい、こんなにフルーツファミリーのことを思ってくれてるフォロワーさんがいてるんだっていうのは、まあね、結果論ですけど、偽アカウントが出現しなければ、僕自身、こう、そういう熱い気持ちにもなれなかったっていうのは、今のところ、まあ、被害が出てないっていうのが、不幸中の幸いなんですけれども、得たものの方が大きかったかなっていうふうに、今は感じてます。もうその、実際そのメールを返したりとか、ストーリーを作ってる時とか、とにかく被害が出ないようにって思いながら、もう頼むかやめてくれという思いだったんですけれども、朝からずっとそういうやり取りをしてると、夕方の17時ぐらいですかね、にトップ画がまず消えまして、で、その30分後ぐらいにまた ID の名前も変わりまして、はあ、よかったと。もう、やっと変えてくれたと。フルーツファミリーのフォロワーさんが拡散してくれたりしてるのが、少しずつこう、その偽アカの管理してる人にも攻撃できたのかなっていうふうに。だから事務局はやっぱり正直凍結とか削除はしてくれなかったですね。偽アカウントを作られるまで、こう、ちょっと発信力が高まってきたんじゃないのっていうふうにおっしゃってくれた方もいらっしゃったんですけど、被害が出なかったからそういうふうなことも僕自身も正直思いますけれども、難しいですよね。有名になるにあたって、こう知名度を上げるにあたって、
そういうリスクも正直出てきますし、ですね、この YouTube でお伝えしたい内容っていうのは、やっぱり皆さんも騙す方が絶対的に悪いんです。やっぱり現金5万円プレゼントしますよとか、やっぱまず疑いの目を持っていただく。本当に弊社のプレゼント企画っていうのは、まあ皆様本当に信用していただいて、心よく気持ちよく応募していただいて、お持ち帰りいただけてると僕は思ってるんですけれども、やっぱり世の中にはそういう気持ちを逆手にとってお金を奪おうとかっていう考える人もやっぱりまだまだいてるのも事実だと思います。うまい話には落とし穴があるんじゃないかなっていうふうに勘ぐると言いますか、ウェブっていうものがこれだけ発展していく中で自己防衛っていうのも皆様ぜひ、もう本当に騙そうが悪いです。やっぱり騙されないようにも、こう、自己防衛っていうのは僕自身もスタッフ含めて共有させていただきましたし、やっぱりそういうことも皆さんも少し気にかけていただければなっていうふうに思って、まあ、今回はこういう形で YouTube で発信させていただこうっていうふうに思いました。11月7日にそういう形で偽アカウントが出現して、まあ、ありがたいことにその日の17時にはそのアカウントはなくなったんですけれども、その11月8日の日曜日にまさかの先週の11月3日、4日、6日、7日で発表された合言葉を集めて、11月11日までの、17時に DM いただいた方の中から抽選でプレゼントするってお伝えしてました、寿司赤酢北新地店のオーナーさん、寿司仙人さんという方がいらっしゃるんですけれども、その方からちょっとご連絡いただきまして、特別協賛しますと。フルーツファミリーさんから1組2名、私から1組2名、もうプレゼントしますっていうご連絡いただいて、その前日が偽アカでもすごい頭抱えて悩んでた次の日だったんで、なんか地獄から天国に行ったようなぐらい、もう僕自身も嬉しくて、頑張ってればそういう風にこう応援してくれる方とか、頑張ってねっていうような形で背中を押してくれる、やってること間違ってないよっていう声であったりとか、もう本当にほんまに泣きそうに涙がもう出ました、正直泣いちゃいました、うん、頑張ってください、続けてくださいっていうお声も多かったので、やっちゃいます、続けます、プレゼント企画でもね、こう疑ってなんかこれもらってなんかやらなあかんのちゃうの、全くないです。うちのアカウントのフォローと YouTube のチャンネル登録だけです。きっと詐欺とか偽アカウントなりすましっていうのは今後もなくならないと思いますし、また弊社のフルーツファミリーのなりすましが現れる可能性もあります。その時はまたぜひ皆さんでお力を貸していただいて撃退できたらいいなというふうに考えてます。で、お客皆様も自己防衛もきちっと考えてやっていただけたらなというふうに願っております。今日が11月10日の放送になりますので、明日までです。明日の17時までに先週3日4日6日7日に発表された合言葉を集めて、アットマークフルーツファミリー0913ですよ。で、ちょっとなりすましがあったんで、ひらがなでフルーツファミリーの後に公式って、もう勝手に、個人的にも公式というような形で、漢字2文字で公式と入れさせていただいても、そちらに DM ください。その中から、厳選なる抽選の結果、今週末ですね、11月14日の土曜日に、18時から抽選の模様をアップしたいと思います。なんか今日はちょっとこうテンションが上がりきらない中で放送となりましたけれども、本当に悲しいこと辛いことが起きて、そこに真摯に立ち向かってやっていけばまだまだ得るものもあるし、で頑張ってればそれを見てくれてる方がいらっしゃって、本当に美味しい食事を協賛してプレゼントしてくれる、それをまた拡散してくれる仲間がいたり、本当にフルーツファミリーは幸せな会社だなっていう風に実感しました。まだまだ未熟な会社ですし、明日で丸9年を迎えるんですけれども、もっともっと成長してお客様に、地域の皆様に、応援してくれる方々に喜んでいただけるようなフルーツショップを目指して頑張っていきますので、今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。では11月10日11日13日14日で発表される合言葉を集めて、アットマークフルーツファミリー0913、その下にフルーツファミリー公式っていうアカウントに DM ください。その中から厳選なる抽選の結果、3名様にこちらの特選リンゴのセットをプレゼントしたいと思います。松本店長厳選のリンゴ詰め合わせ10個セットを
3名にプレゼントしたいと思います。本日の合言葉がこちら、じゃじゃーん、ささになります。今日と明日と13日14日で発表された合言葉をぜひ集めてご応募お待ちしております。皆様もなりすましアカウントとか気をつけてください。本当に腹立たしかったですけれども、もう本当に皆様の温かみ応援、もう本当に嬉しかったです。今後ともよろしくお願いします。